皆さんこんばんは。創業者倫理塾の時間になりました。今日はゲストに、風水芸術家の本田裕子さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またいつものように理事財団の坂本理事長に来ていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、風水芸術家風水家本田裕子と申します。まあ、風水芸術家アーティストとしての活動、そしてからもともと風水鑑定の、風水師としてお仕事もしておりました。そこから発生した、風水芸術というものを作る活動をしております。それから、一般社団法人新日本美術院の理事としても活動をしております。今日はよろしくお願いします。お願いします。坂本さんお願いします。はい、理事財団の、坂本と申します。志から事業を作るというコンセプトで、企業家経営者の、育成ですね、セミナーや研修、コンサルティングなどをさせていただいております。今日もぜひ、いろいろお話し皆さんと聞けたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。坂本さんではこの本ですね、はい、数万部売れて僕も読んでおります。皆さんも企業を、目指す方はこれを読んでいただいて、またそう起業した方もね、振り返るのに最高のものだと思いますので、ぜひ参考にしてください。では早速内容入っていきたいんですが、まず風水というところから聞きたいんですが、僕風水っていうと僕の知ってないなんかお家を買う時とか引っ越した時にどっちの向きがいいとか、お部屋がどうとか、ここは通り道だから、なんかね、気の通り道だから物を置いちゃいけないとか、なんかそんなのが僕は風水かなと思ってるんですけど、はい、それで合ってます。はい、大体そんな感じですね。これからお家を建てよう、どこに建てようって言ったら、どこの土地を選ぶといいですよってアドバイスもできますし、うん、これからお家を建てるっていうのであれば、どういうお家の、中の設計はどういう配置がいいですよってアドバイスもできますし、すでにお家が建っちゃってる場合、例えばお父さんのお部屋とお姉さんのお部屋、これ逆の方がいいですよとか、この机の向きはこうした方がいいですよとか、このカーテン何色の方がいいですよとか、そういう形で、アドバイスさせていただくことができます。そういうような、お仕事をしております。それは何で見るんですか？方角も位置もなんか基準があるんですよね。そうですね、2つ、大きくありまして、その土地が どこにあるかって、周りがどうかとかって、そういう土地のものがありますし、土地の木っていうのと、あと人の木っていうのがありますね。いろいろありますけれども、ざっくり言うと、主にその3つになるかと思います。それをご自身が感じ取られて総合的に考えて、こんな風にした方がいいと思いますよっていう風にアドバイスされる。これはもう古く中国何千年の歴史ですか、もう昔からこう、もう統計学なんですね。こういう土地に住むと人の心はこうなるよ、こういう病気になりやすいよ、家の中がこういう造作になってると人はこういうふうになりやすいよ、こういう病気になりやすいよとか、そういうのがもう統計学として分かっているので、もうそれに沿って、鑑定をしていくという、一種の学問のようなものだと、はい、坂本さんも見てもらって。そうですね、もう本田さんにはね、うちの家をもう今の家に引っ越しするときにもう全部見てもらって、もう最強の パワースポットを家にしようと思って、はい、はい、いろいろ見てもらったんですが、でもおかげさまで本当に住みやすい家になって、本当に快適に今過ごさせていただいているというような形ですね。ですか、ここは寝室にした方がいいですよとか。そうですね、だから最初ここにソファー置いたらとか。そうなんです、だからもう本当に最初寝室にしようと思った部屋が彼女に見てもらって、そこで寝てるとちょっとあんまり良くないよっていうお話いただいたんで、そう別の部屋を寝室にいまして、はい、であと自分の今部屋が書斎があるんですけど、そこも、テーブルの向きとかをこうすると疲れにくいよとかっていうのをいろいろアドバイスいただいたりとかして、はい、もうなんでおかげさまで今すごく仕事はしやすい環境にいるなという形ですね。あれ本当テーブルの向きとか90度ずらすだけで全然違います、ね、違います。寝る頭の向きでも違います。違いますよ、ね、違います。それはなんとなくは違うは分かるんだけど、それに理論があるってことなの？もう統計学ですね。もう古くからもう何千年とこうしたらこうなるっていう法則ですね。で風水芸術っていうのはまたそれと芸術と要は何なんですか？ここにね一つ作品を持ってきていただきましたが、おそらくこれ風水芸術ってっていう名乗ってるのは私だけなので皆さん聞いたことないよってことだと思うんですけれども、風水の鑑定をしていく中で、この要素をこう
こういう作品という形にできるんじゃないかっていうのが、まあ、ごく自然の流れで出てきてしまったって、なぜそれがごく自然に出てくるんだって感じだと思うんですけれども、やっぱりどこの家に行ってもここの壁にこういう絵があったら、あるいはここの壁がこうなってたらなって、壁一つねちょっと絵が変わるだけでそのお部屋すごい変わるんですよね、でもねぴったりな絵って見つからないんですよ、だったら自分で作っちゃおうって作り始めたっていうのがきっかけだったんですよ。でそこからこれは面白いと、でなんかどんどん発展してしまいました。え、何かヒントあったわけじゃなくて突然、まあ、降りてきたというか、降りてきた、これがあったらいいなっていう、そう、こんな絵があったらいいのにとか、こんな色がこんな曲線であったらいいのに、ここにぴったりなのに、でもそれにぴったりな絵がない、自分で描いてしまおうと思ったら何せこう絵心がないと、あ、でも私毛糸でね素材できているんですけれども、毛糸でだったら作れる気がする、なぜかそこで毛糸っていうのが浮かんじゃったんですけれども、作れる気がするって作ってみたら、これは、まあ、自分で言うのもなんですけど、これは風水の、まあ、インテリアというか風水をこう良くするものとしては、これはなかなか理にかなってるのではないかっていうのだと、もう猛烈に楽しくてしょうがなくて、まあ、こういう形になってしまいました。これ系統を編んで色も分けてこう巻くというか貼るというか、でこんなデザインでで思うんですよね、頭の中にこう出てくる、出てきちゃう、え、映像でビジュアルで浮かぶんですか。なん、そうですね、ビジュアル、反ビジュアル、反体感覚なんです。で置いていくとここ、そう、なんか自分とも試行錯誤、それを現実にする時がすごい試行錯誤でこう、しっくりこないんですよね。でもそれ試行錯誤しながらこういう物体化にするという感じでしたね、これなんかこう立体的じゃないですか、はい、そういうのも意味があるんですね。そうですね、この立体っていうのも意味がありまして、要するにこの立体があることでそこの場の気を動かすっていうことあります、あとニットってこの網がポコポコしてるじゃん、よく見るとこポコポコしてますよね、はい、やっぱりこれがニットという柔らかい素材であるのと、このポコポコってしたのでちょうどね、こう柔らかい、周りの毛を柔らかく整えてくれるっていう、こういう作用があるんですね。だからこう時には大きく毛を流し、それでいて柔らかくその場をこう活性化する、こんなこう作用があるなって思います。ね、撮影始まる前にこれ ねどこに置こうかってね、何箇所か置いて、まあここに今日決まって、で置いてね打ち合わせに入ったら、なんかどんどんこの辺のこう雰囲気というか、まあったかくなった気がして、僕にはなんか太陽っぽく見えて変わるでしょ、だからそうなんですね、これが芸術家と、空気を、まあ、整えるって言っていいんでしょうかね、空間の気を変えるというと、そこにいると気持ちがいいようになったり、なんか邪念があると払ってもらうとかあと寝るときなんかいいかなとか、そうですね、なのでこういうのが一つあるだけで、毎日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 その空気の中にいるっていうことで、結果的にこういろいろ行動が変わったり、結果が変わっていき、そしてこう将来が変わっていくなんてね、そこまでこう侮れないほど影響があるのかなというふうに思ってます、ね、ここにあの冊子があって、ね、作品が出てるんですけど、このディスティニット、ディスティニット、ディスティニット、あ、アクセントが、これは造語ですか。そうですね、ディスティニ、運命の意味のディスティニーと、これ編み物でできてますからね、ニットですね、ディスティニーとニットを掛け合わせる、運命を変える、そうやってねここに飾っているだけで自然と心や体や、あるいは行動が変わることで、もう未来が変わってしまう、運命が変わってしまう、そのようなあの芸術であるということで、ディスティニットという、はい、と名付けました。坂本さんは、このディスティニットと出会った時にどんな感じだったんですか。いや、すごい素敵だなと思って、本当にね、さっき
言ってた本田さんの、まあ、うちはね鑑定をしてもらってね見てもらったんですけど、うん、やっぱりそのね普段の視界に入るもののところに、ね、何を置くかっていうところで、でまあ本当彼女の作品を見た時にすごいなんかエネルギーを感じたというか、うん、パワーをねなんかいただけるなっていうのをすごく感じたので、本当に素敵だなと思うし、まあ、これがね視界に入ってるだけで頭の中で脳の中でね、うん、なんか良いエネルギーが出てくるなっていうのはなんかすごい感じますね。なんか見てなくてもそこにあるだけでいいんですよね。そうですそうですね、はい。で色ってすごい作用があって、うん、色彩治療とか、うん、まあ、治療じゃなくても色ってすごいんですよ。見えてなくても盲目の方でも、うん、赤い部屋に行くと暖かくなるんです、うん、見えなくても青い部屋に行くとだんだん寒くなるんですね、うん、これ見えなくても見てなくてもいいんです。そのぐらいこう色っていうのも影響が実はあるんです。なんか皮膚で色を実は感じているって聞いたことがあるんですけど。そうそう感じてます、感じてます。周波数を感じていると思います。へー、すごいですね。で、いつからこれを始めたかなんですが、ま、前は何をやってたんですか。一番最初大学出た後は実はその後20年間会社員をやってました。はい、20年以上製薬会社 の、うん、臨床開発というところの部門に20年以上いて、そこからそこでもそのね会社やってた時からね風水興味あったんですよね。独学でやってたんですけれども、まあにせ難しかった。で20年経った後に、会社を、まあ、きっかけがあって会社を辞めて、うん、その時にやっぱり風水勉強したいって言って風水を勉強して、風水士の、まあ、資格を取って風水鑑定をしているともう楽しくて楽しくて楽しくてしょうがないという中で、風水鑑定をやってる中でこういう芸術が生まれたので、最初に作ってから、うん、まだ5、6年、これが生まれたの 5、6年前だと思います。割と最近ですね。その20年間は好きで仕事してたわけではない。これがですね、もう正直言うとお金のためでしかなかったんです。すごくいい会社でした、うん、周りの方にすごく恵まれましたし、人間関係も大概の方人間関係で会社辞めたりしますけど、うん、それもなかったですし、だけどもなんか違う、私なんか違う、私のやりたいことはこれじゃないっていう、お金のためでしかないなっていうのが、どうしてもこうそのモヤモヤしたものが続いてしまったんですね。別に風水はそんなに仕事って最初思ってたわけじゃない。思ってないです。ただ興味があっただけ。興味があっただけ。なんとなくなんです。なんとなく興味があったんですね。うん、不思議なこと、どうして興味湧いちゃったんでしょうね。うん。で独学で勉強してて、でも難しかった。難しい。勉強してるけど会社もあるし、しでも辞めたわけですよね。結局辞めましたね、まあ、一つのきっかけというのが、まあ、私一回結婚して離婚をしてっていうことがあったんですけど、うん、やっぱ離婚して子供が3人いましたから、うん、それこそやっぱ収入って大切だったんですよね、うんうんうん、で、まあ、その時に、まあ、今の主人との再婚が決まって、うん、まあ、その時に私はもうちょっとお金のためだけの仕事っていうのはしたくないってちょっとわがままを言わせていただきまして、それをまあ受け入れて、主人が受け入れてくれて、まあそれならばもう自分がお金のためじゃなくやりたいと思うことを仕事にしたいっていうところから、あ、だったらちょっとまずはね仕事かどうかは別として、やりたかった風水、これも先生について学んでみたい、そこがきっかけですね。そこからですね。じゃあ先生について風水の、その時はこれはないわけですね。ないです。本当に風水の、考えてなかったです。やってたら突然ペペペッとこう、絵がないなら作っちゃおう、うん、作っちゃおうって、別に絵心があったわけでもないんですよね。特に芸術に興味がもともとあったわけでもないです。ただ思ったからやってみた。そう、坂本さんね、結構ね、まあ男性でも女性でも今の仕事大した好きじゃないけど収入のためにって言ってもやもやっとしながらも我慢してる方って結構多いですよね。
そうですね、まあ、僕もね、そういう企業の相談とか受けますけど、まあね、全部が全部ね、なんかお金のためにやるのが全部ダメとかではないんですけれど、うん、やっぱそこがね、ずっとそれだと、やっぱり、ね、人によってはやっぱしんどくなっちゃう人がいるのかなっていうふうに思うので、で、まあね、その、やっぱ、ね、人にチャレンジできるタイミングっていうのがね、やっぱ何回かあると思うんですけど、うん、ただまあ、やっぱそれもね、なんかあんまり年を重ねてくると、なかなかね、思い切ったチャレンジって難しくなってくるので、うん、もしね、まあそういうのにね、気づかないままサラリーマン生活過ごす人もいますが、もしね、そこに気づいたんであれば、まあね、まずはその小さい形でいいと思うんですけど、うん、まあ何かやってみるっていうのはやっぱ大事だなと思いますよね。うん、で、ちょっと作り始めた、けど風水師さんじゃないですか。アーティストですよね今ね。はい、だからアーティストが先にあるわけです今はね。はい、で風水師がベースにはあるよという、はい、なんで風水師さんからで、これ世界唯一でしょ。そうです。売れるかどうかもわからないし、自分はいいと思うけど世間様が受けるかどうかわからないけど、なんでまたこのアートの世界の方にシフトしていったんですか。まあ、そのきっかけを作った方がまさにこの隣にいるこの坂本先生がきっかけを作って、なんか私マジックをかけられてしまったかのようにちょうど私は悩んでたんですね、うん、風水師、風水の仕事はすごく楽しいんです、うん、だけれども私コミッションなんですね。人と関わるっていうのがすごく苦手で、人と関わるとものすごく疲れてしまって、うん、鑑定一件行くともう2週間ぐらい寝込んでしまうという、うん、もうこれは風水は楽しいけれどもお仕事として続けるのは辛いな、前に行きたいけど前に行けないっていう、うん、で一方でじゃあこのアーティスト活動ってすごく楽しい、すごく楽しいけど、うん、普通に考えてこれ安定収入っていうイメージないですよね、うん、まあアーティスト目指すんだったらほとんどの人、まあ、食っていける人ってほんのちょびっとではないか、一か八かだよねっていう思いがあり、どっちにも進めないっていう状態の時に、うん、まあちょっときっかけがあって坂本先生の坂本立志塾に入塾して、そこがからガラッと変わりましたね。そうですね。どんなマジックをかけたんですか。そうですね、まあ、マジックというか、うん、まあなんだろうな、やっぱり、まあ、何のためにねこれを本当にやってるのかとか、あと、まあ、自分が本当にどこに住みたいのかっていうのを、まあ、うちの、ね、まあ、経営塾の中では探求するっていうのをやっていくんですけれど、でやっぱ皆さんやっぱ悩むこと多いと思うんですよね、うん、そのやっぱり生活のためとかね、まあ、まあ、時には好きなことのためとかってあると思うんですけれども、まあでもちろんそれは大事なんだけど、それを置いといてまず自分自身が本当に、まあ、それこそ魂レベルで何をしたいのかっていうところ、うん、でそれを知るために、まあ、自分はね、まあ、両親とかからどういうその立ちというか性質を受け継いでるのかっていうのを、まあ、ちゃんと正しく、客観的に知ることで、まあ、自分が進むべき道を、まあね、探っていくっていう形でやってたんですけれども、まあ、その中でね、まあ、彼女もやっぱご両親とのいろいろ葛藤とかもあったりとかして、はい、まあ、その辺を、まあ、紐解いていくことで道がクリアに見えてきたというような形ですかね。ご両親の立ちはどういうふうに今自分の中でつながってるんですか。いや、もうびっくりしちゃったのが、うん、私は無意識に風水に興味が湧き、うん、無意識にその絵描けないんだったらもうニットで編み物で作っちゃえって言ったのが、うん、紐解いてみたらうちの父は一級建築士だったんですね、うん、で父の建築の設計の考え方ってすごく風水的だったんですよ、うん、考え方が、うん、まさにこれって風水だなって今思えば、うん、あ、つながってると。そして母からはですね、私6歳の時に母から編み物を習ったんですね、うん、もう手から手習って、うん、だから今でも編み図っていうものは読めないんですけれども、ただもうひたすら編むのが当時楽しくって、編むのが楽しかったんですよ、うん、編んでほどいて編んでほどいて編んでほどいて、ずっと編んでた、もうその楽しかったことっていうのが覚えてたんですよね、多分奥底のところで楽しかったっていうの、だからだっていうのに気づいて、いや、こんなに両親とつながってるなんて、両親と葛藤があったので、うん、両親とつながってるなんてなんかあまり認めたくないっていうか、っていうのがあったんだけれどしっかりとつながっていたっていうのに気づいた時は、うん、愕然としましたね。